Jamaica. Round one, fight!
Oh!
Thank you.
Tyson win. Fire!
Thank you.
Round one, fight!
Oh, you
Oh!
ない。Thank you.
11月15日第142回四季の細道やっていきます。さあ、今日はですねちょっとルールをちょっと特殊ルールで、まあ、1回目は、普通の細道のいつものルールでやりまして、もう1人ですね、1回目は普通ルールでやって2回目を1人2オン2、はい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 、はい、わかりました。山本です、こんばんは。はい、1試合目、1P 側エクスパリュー、 2P 側セロテーセロログセロログセロテープさんのバルログ。さあエクスパリューは、結構最近はね動き特殊なんですけど、まあ、波動の打ち方結構うまいんで、まあ、全くガッツポーズ、スタンディングガッツポーズ出しましたよ。さあいつものポーズ、エクスパーポーズを決めて気合を入れる。さあセロさんはさあテラーで体力奪った。さあタッチシューキック、いい判断、しかし画面端、おっとマリオパンチしのいでますね。さあガードします、投げる投げる、いった、続いて川島さんですね。あ、俺、はい、いきなり川島さん、あれ、じゃあ俺もしかしてもしかしてチュンが先か、なるほど、普通普通ノーマル。さあ 2P 側川島ザンギーザンギー川ザンギー、いやいいですいいです、そのままいきます。はい、これは川島ザンギがだいぶ攻めていくが自ら後ろに行くエクスパーというね、面白い図柄絵面。さあスタート、さあザンギ戦、そんなに画面端いっちゃ危ない気がするが、しかしエクスパーさんはかなりザンギ戦もいいところ攻めていくっぽい。飛ぶザンギ戦で竜が飛ぶ、やばいぞ、竜巻、ザンギ戦で竜巻を使う竜はあまりいないはず。
真空打って、おガードさせている。しかしおっとダブラリが大丈夫か、ダブラリが大丈夫だ、出ている。おっとミドルキック、カシムザンギ勝利。続いて金子さんです。もうです、もうもうもううちです。川島龍ですか、あーごめんなさい、川島ザンギに金子龍ですか、金子龍マジだ。これは金子龍が再び、龍がザンギに入っていく形。さあ、あまり波動を多用していかないスタイル、やっぱりそうですね。さあさあ画面端でも粘る、2発撃っちゃダメな気がしますからね。いやーちょっと離れてガードを吸いに行った形。ちょっと嫌な感じですね今の。しっかり弾いているのか、回しているのか。おっとダイヤスターしていく、今度は逆の画面端に押している形。これはうっかりダブラリも出せないぞ。お、真空で直接削っていく。ダブラリが波動に被弾したが、まだ体力差がある、かなり体力差がある。あ、投げた投げた、今ダイエット的なとこから2回回した気がするが、さあ押していくが、やはり波動はダブラリで抜けてくる。足技で押していく。あっとバニシが出てしまった。さあ金子龍が押している。真空打たされて光っている。さあ歌舞伎さん、ドリンク、ドリンク忘れてますよ金子さんと。はい、普通に50円を入れるタイプになりました歌舞伎さん、歌舞伎くんさん。さあ、お、え、歌舞伎ザンギ、歌舞伎ザンギ走ってきた。これは川島ザンギがかなり連勝するのでは。今のところ2勝。おっと高め当てだったが逆に座れる。さあ 1P 側歌舞伎ザンギ頑張ってもらいたいところだが、危ない、お互いに回して、だっと お互い間合いが同じ同キャラなので狙いも同じ。ダイヤシのみだぞ、歌舞伎ザンギ大足のみだぞ、これ大足だけだぞ押してるのは。大足だけで勝ってしまったザンギ一番強い技大足説が出てきたぞこれ。大足だけで勝てるのかザンギは。さあ今度は中足対決。お、ローキックも出していく。
感謝でダブルウリアッジョーみたいな感じですね。さあ先に感謝を決めれるのはどっちだ。あーっと吸い返した。お逆転、今のミドルが入って逆転だが上から来ている。まだあるぞ。しかし時間がなかった。いやー川島残技3連勝。さあネウあれ出さないと、あれ出さないと逆かぶせだぞ。出してしまった。逆かぶせキャラ。ジャックパン連打大会ですね、お互い。おっと今完全に起き上がり合わせいったぞ。グランド結果オーライだが、さあダブラリグかすって上から、あーっとヘッドハント見されている。さあ開幕グラウンド、アグレッシブルなスタイルだ。これは歌舞伎バイソンともかぶるスタイルだ。さあ上からいったが落とされる。繋がってないが結果オーライ上からスクリュー失敗。お青サイチョップ的なやつだった。さあ土方さんですね。川島残技もりもり連勝中、4連勝ですね。3かな、ね、いや金子歌舞伎ウネで、エクスパー金子歌舞伎ウネだから4連勝ですよ。そうですよ。さあ入っていったのが土方龍。起き上がり飛んだがちょっと遅かったっぽい。道着が続いていく。さあダブラリ、今の安全重ねから下がるのいやらしい。あれはガード後リバサハードとか。おっとバンシング出ている。しかし安かった。おいいファイヤーだ、いいファイヤーだぞこれは。気をつけていきたいところ、あまり対応するとこうなってしまう。上から1回は逃れたが、さあレーンキャンで飛ばれると距離が離せないんで厳しい。おっ暴れ竜巻真空削り、これは美味しいところ。開幕上から、いやーダイエットスクリュー、しかし割っていく。足元いった。さあちょっと体力差があるが2回打ってしまったが結果オーライ。危ない、スクリュースカシが見えていた。しかしこれミドルキックの前だぞ。あるのか、ダブラリが当たっている。ゴンブト、
あ、こんばんは、セロテープです。さあ、今日は参加者8名なので1周目最後のプレイヤーですね。小林山本さん、オレンジ色のチュンリー、対するは連勝中川島ザンギ。さあ、これはほぼザンギは上から行くしかないんですが、さあ、異様なボディープレス、ボディボディ、あれは返す方法はあるんですがちょっと難しい、なかなか難しいんですよね、あれね。ザンギもあの辺ぐらいしかチャンスがないので、あれは逃したくないとこですが、あれ引きつけてカラキャン転生されるとザンギフ絶望。さあ、途中までの立ち回りはいい感じだが、噛み合ってしまって体力があっという間に追いつく。さあ、上をガードしてしまって、しかも壁。さあ、ボディ地獄が始まる。これまたね、一回戦列が溜まると事情が変わるんですが、最後はダイエットからのスクリューでカバシム6連勝。さあ、2周目、さあ、同キャラ対決、ダイヤシが出る。なぜかダイヤシを透かして、しかしリバーサーじゃないスクリュー噛んでいく。さあ、上から行ったのはカシムザンギ、死んだか、死んでいる。露骨に光に行った。予告ダイヤシをつかされ、さあ、ヘッド3ヒット。さあ、ハメに行ってるな、セロテープザンギ。しかし、やり返した、これは。俺も出るぞと言わんばかりに。さあ、最終ラウンド、またしても走っていく。走り返した。また走っていく。またしても走る。上から光っていった。さあ、さあ、川島さん、あれ、これあれじゃないですか、セロテープさん、セロテープさん、卒業、卒業ルールじゃないですか。卒業です。全員倒しちゃいました。全員倒しちゃいましたので、ちょっと待ってくださいね。さあ、カワシムザンギが全員倒してしまったために、残念ながら相手がいなくなってしまった。まさかの卒業ルール、久しく出ていなかった卒業ルールが発生した。さあ、カワシム戻ってまいりました。あー、はい、お疲れ様でした。さあ、金子くんのチュンリーとエクスパーリュウですね。あ、なるほど、この方か、この方が僕とキャラが被ってる方でしたね。金子チュンリー、予想外でしたね。そうなんだ。ただエクスパーは結構やってますからね、チュンリー戦ね。そうなんですよね、やらしい動きしてくるんですよね、これが。まあ、やってるだけで今そこまでできるとは言ってないですね。体育ショールがあんまりないんで。なるほど、あれですね、しゃがみダイパンが多いですよね。そうなんですよね、あれじゃ絶対にあの踏みつけは落とせないんで。さあ、散々中パン中足ブンブンした挙句に
真空をぶっ放すというまあまあゴドッと削れるからですよね。あでもなんか痛いお釣り食らってますよね。チューチューとか歩いてしょうがない。カネコチュンリーが1歩目きっちりきっちり竜巻を立ち足で落としていった。カネコチュンリーアッパーはね相打ちになったりするんでね、できるだけね昇竜拳出せるんだったら出してほしいですね。ダウンももらえますからね。そうですね。さあエクスパーが体力的には押している。しかし画面を押しているのは金子俊理。前に押す。さあ戦列があるからさあ警戒はしているが波動を打つ。この距離波動見えないんすよね。真空か。さあ昇竜読まれていたか。あっとここはさすがに頑張ればあれスピニングバードキックとかでワンチャンね抜けれる。いやいや戦列戦列ありましたよ戦列あ戦列そもそも戦列ありますから今削りかけじゃないっすよ。さあ天章からさあめくりにはいかず。さあ結構チュンリーとしてはね飛行剣を飛ばれて大大とか食らうのが一番痛いんで、ね、うわなんと死んでしまった。投げる死んでしまった。さあ入っていくのがうね。さあ男バイソンですね。お男がいる。いやまたまたしても逆かぶせの図になってしまった。さあ男バイソン開幕100列4回食らって死ぬ。全然減らなかったよ。ちゃんと投げ受け身入ってましたね。100列4回は痛いな。さあ今度はヘッドが当たる当たる。さあアントビできてるのかな。さあ中足できてるっぽいね。アントビね。そうですね、ちゃんとしゃがみ中キックで飛んでますね。さあ金子中心が。さあもうピヨった。さあコンボが安いが、しかし男バイソンなすべなし。100列ね、あれ困りますね。ヘッドで切れるはずですね、100列は。歌舞伎くん。さあ、続いて歌舞伎バイソン。はい、バイソンチュンリーは、はい、ダイヤ的にはどうなんですかね。いい勝負なんですかね。いい勝負ですけど、チュンリー有利って言われてますよ。チュンリーが有利になると。さあ、でかいタッパから。さあ、お釣りがない。さあ、アッパークレイジー。さあ切っていく。さあ投げる。アントミになってますね多分。さあ今度は100列バリアはほとんどしていないが、さあこれ転生。さあスパコンがないので、あここたまる。なんとおっと振り向いた投げの範囲が広がった。ささっとチュンリーが振り向きましたね。戦列削りは気づいて飛んだんですが、気がするが、アントビにはなってない気がする。おなんだ今の、繋がってないがピヨッタ、ゴチゴチいった。素晴らしい連携。さあラッシュかけた。ガミコパンからヘッド。大味な戦いだった。ピヨりましたね。さあドカタリュウ。リュウバイソン。さあリュウは頑張らないと勝てないカード。俺は龍頑張ってもらいたいところだが、今一歩のところで及ばないイメージ。龍は攻めなきゃいけないんですけどね、カウンターを取られないような攻め方をしないといけない。そうなんですよね。投げないと絶対勝てないですよね。さあ思い切りがいいジャンプをしているが、さあクレイジーを持っているためそんなに打てないぞ。こうなる前にどうにかしたかったっていうところなんですが、さあしっかりガード入れてますね。ダイゴスやってガードしました今。さあ投
げを警戒しつつ、しゃがみガードも入れる。おっと、ガードしてしまった。今のはでも難しいですね。バイソン飛び低いんですよね。あれ昇竜拳、ね、コマンド入れても間に合わなくて、フィッシュなんか食らっちゃいそうな気がしますね。逆に八大系とかでいいのかな、見えてれば。ダメ端のラッシュが痛い。厳しいぞ、ゴチゴチいった。あっという間。さあこれがバイソンの攻撃力、圧倒的スピードと破壊力ですね。ラウンド1ファイト。さあ次はホーボー山本さんの、先ほどはチュンリーでしたが、さあ2キャラ目は何でしょうか。お、山本さんの竜。ラウンド1ファイト。さあ歌舞伎バイソンと山本、ほぼ山本竜。さあ色を合わせていったのかな、これ大きい攻め痛いの食らって。さあしかしライダイ、あーバックダンプコキックかな、コキックはガード。さあまた白髪アジ、さあ昇竜空振りにフォア。ここはしゃがみ台系。さあ1本目はカウブキ君のバイソン。さあ壊し連打、中昇竜。さあ画面端、しゃがみアッパーで相打ち、相打ちでもいい。バイソンはダメージガチしてる。さあここは波動拳見てから苦しい。さあカブくんできてます。いやー川島さんですね、はい、暴力すぎるなこれ。おっと入っていくのは、お、川島ガエル。あれこの二人さっきちょっとやってたぞ、のじ合いしてしまってたぞ。さあ硬直している感じではない。あっタンパー、ジャクパンの手元を殴った感じ、めくっている。サマー投げる。しかしやりたいことができない。やばい、これはやばい、全てが噛み合ってしまった。さあ歌舞伎バイソンが何連勝目ですかこれ。さあ4連勝を見せてしまいました、失礼いたしました。いやーというわけであれですね、エクストラステージということで、歌舞伎くんの連勝が終わるまで、さあ当然入っていくのはセロテープザンギ。ザンギバイソンはね、バイソン側の永遠の課題の一つでもある。止めた。ちょっと連打が今日。さあ上から通常投げ入る。しかしヘッドが待っていた。しっかりダブラリの終わり際を見極めてフォアを差し込む。素晴らしい、はい、走っていったが最後の方全然減ってないですね。削りみたいな減り方でしたね。バイソンじゃない、ザンギ側
かでダブラリか台足を当ててこかしたいっていう感じですね。これはやばい。ダイオリーわあ、グランドオアしか出してないぞっていう感じで。しかし1回飛んだところちゃんと見てアッパーにしてましたね。そうですね。たださあ、エクスパーさん、アッパーもね、場合によってね、ダメなんですね。入れなくていい、入れなくていい、そのまま。さあ、止めるためにエクスパーさんの竜エクストラステージ。さあ、歌舞伎バイソンが5連勝。ああ難しい今の判断。慎重な立ち回りで。さあなんとなくエクスパーがいい感じだが、ああまあ3パレスで持ってかれた。減りましたね、大きめでしたね、かなり、はい、振り向き、振り向きクレイジーだがガードしている。さあ竜巻ライゴス、シンク中ボス、あれ中ボスを立ちてくらった。今ジャンプしてました、なんでしょうかね、しゃがんではなかったっすよね、なんかボタン押したみたいな、ね、さあぴったり3段。フリーチだがここは冷静、ナンパの使い方がいい感じ。あっとここはちょっとしくじった感じ。欲張ってクレイジーを狙ったみたいですね。ちょっと入力が乱された感じ。竜巻でいなしていく竜巻時間を使っていくエクスパーって感じです。シンクガードしてしまっている。さあここまで終了、エクスパーさんお疲れ様でした、終了です、フィニッシュ。さあ1位抜けは川島ザンギー7連勝、さあ2位抜けは歌舞伎バイソンで5連勝ですかね。この2人、3人で行きます？ 2 人で行きます？ 2 人、じゃあ3人で行きますと。そして3位抜けの金子チュンリーがと歌舞伎バイソンで、はい、一先ですかね。3先回っちゃう、今日は3先回っちゃいます。あのクレジット使うんでサービスです。 1P か 2P か、おお、これちょっと見応えのある組み合わせだぞ。チュンリー、金子くんのチュンリーと歌舞伎くんのバイソン。さあ歌舞伎バイソンと 1P 側、あ、 2P 側を選択したのが歌舞伎バイソン。さあ準決勝3先です。1P 側が金子純理、はい、X ゲーマーズさんですね、コメントくれてんの。サラームオール、こんちゃーみんなって感じですね。あれですよ、アラビア語じゃねえや、うん、そうそうそう、忘れました。あ、イスラムだ、イスラム、そうですね。さあ金子チュンリーがと言ってる間に削っていく、これは負けられないぞ、お互いに負けられないが、ちょっとあのね裏落ち気味のが嫌なんですよチュンリー。おっと匂い棒伸ばしていく、3先でいいんですよね、3先で純潔3先、はい、さあ気候圏1、気候圏100です、気候圏100です。さあよく見る組み合わせ、100列が上から潰していく。さあ先列に落ちていってしまった、途中からなのに当たってんだね。おっとテンション出ている、
できるよパンチテンションが出ていた。さあ1試合目先先制したのが金子純理。やるな今の戦列、あーテンションびっくりしましたね。さあ2試合目負けたくないですねこれね。サブキャラもサブキャラですからね。さあ見てからクレイジー、まだ生きているが止まってヘッド。さあ戦列があるので浮かせには手を出せないが前飛んでいく。投げて、あーっとまたヘッド。ヘッド。中足一個拳。中足側ね、前をこうちゃんとキープすればそんなに痛いことは知らないんで。前を取ってきこう拳。で、まあクレイジー溜まったら警戒しながらですね。投げた。ちょっとね、前を取らないと如意棒と相打ちだとダメージ負けしちゃうんで。そう、如意棒強いですね。まあ百裂の使い方いいですね。相打ち、これですね。福岡県、もう一本短波に福岡が漏れて、テンション。テンション。投げた、ガブった。ガムシャラジャパンもびっくり。2-0。心の隙間をついていく。いやーこれはちょっと歌舞伎バイソン頑張りたいところ。さあこれが最後にならないように頑張っていただきたい。3試合目さあ後がないぞ。あ、うちへ大きめ。おっと優しかった。アクレスやめない。まだいける、まだいける。暗い投げ。いや先にリーチをかけたのはまさかの金子純理。さあ気候圏百列、気候圏百列。さあゲージを貯めていく。さあゲージをあのめくり結構ねめくりというか表当ての裏落ちですけどあれ結構対応してますけどあれねちょっと嫌なんですよ。うまくつなげてないですね。うまく使ってつなげるようになればその後がつかみのタクもあるし出しちゃったと出しちゃった。あもう一回貯める時間はあるのか。時間的にはもう貯めれないか。体力キープできればいいんですが戦列客綺麗に入ってしまった。これは大事故だ。さあさあまさかのここで歌舞伎くんが3位落ち。振り上がっての決勝は川島残儀と金子純理。いやーいやー盛り上がりました。さあ決勝戦3先なんですが、カーシムさんが1勝してる状態からスタートでございます。なんだっけクライマックスルールみたいなやつですね。さあワンピーが金子純理そのまんまステージチェンジもなしでこれはちょっと近づけなければ勝ちみたいな組み合わせ。おっとダブラリがうまくいってないという。戦列削っていった。さあさ
さあ露骨に飛んできたが、しっかり中足対空、戦列は抜けた。さあ画面端、こっからが厳しい。山本もこれは死んでいた。あーっと危ない。あれね、投げられたら受け身で確定しちゃうんでね、危なかったです。2フレームしかないのかな。でも3フレームか、3フレームで空中なんで、ザンギ側もスクリューはシビア。さあ天章、暗い天章、しゃがみ中足対空。さあダブラリが当たっている。いやボディープレスト、フライングボディープレスト。さあやはり先にリーチをかけていったのはカシムザンギ。やり方次第なんですがっていうところですね。多分7-3ある気がする。7を出せるかどうか。ダブラリをミスってる今がチャンス。さあ上から、さすが金子チュンリーといったところ、気候が早い。走っていった。さあ上から暗い投げ、これは予想外。これがあるんですよ、受け身取られるとスクリュー角になっちゃうんですよね。これあー暗い投げに対して、あ暗いじゃない、受け身に対してテンション。さあダブラリ、画面端厳しいぞ、ちょっと離れた。戦列ダブラリでめくり気味落ちていった。さあカーシムザンギ2勝ということで、おめでとうございます。無事に番狂わせなく優勝ということで、いやーおめでとうございます。ちょっとザンギどうすか、最近ザンギやたら見てるんですけど。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。できるんですかね。なんかできるようになってません、前より。ザンギもできんですか、ね、いやできんはまだですけど思い出してきた感ありますよね、昔使ってた感を。そうでもない、昔より強いかな今。いや多分そんな感じはしますよ。だって結構みんな手を焼いてますよね。まあそうですかね、結構残機ってね、でも辛いキャラが多いんで。そうですよね、なかなかこう長く使い続けるにはね、あの辛抱強い心構えそういうのが必要なんで。あーなるほど、忍耐力ですね。それで俺はもう挫折してダルシムに変えちゃったんです。なるほど。え、でもそうでもないと思ってますけどね。かなり忍耐力ある方だと思いますけどね。ザンギ使ってるのを見てると。まあ今はですけど。今はね、今は。昔はね、ひどい目にあったんでね。ひどい目にあった。ケイロンとかね。ああ。ホークとか強いバイソンとか、ね。はい。ここにやられてたんで。なるほど。意外とね、見てて、その、あれですよね。なんて言うんでしょう。分かってる感じがすごいするっていう、全部もうバレちゃってるみたいな動きをされるんで、読み合いの知識と、あとは相手の、まあ、技の種類とかどれにどれが勝つとかいうのももうだいぶ覚えてきてるんで。そうなんですよね、まあ、ザンギのことを思うと単純で、結局はザンギはスクリューでしょっていう話にまとまっちゃうと思うんですけど、
地上でもう行かないといけないキャラとかがいるんで、うんうん、そこをちゃんとね割り切ってちゃんと地上戦ができるかというとちょっと俺はまだそこまで詰めてないんでね。逆にこっちがあれなんですよね、ザンギはそうなんでしょと言いながら何もできてないで死んじゃうっていう。さあではあれかな、一人ツーオン、はい、あ、第2回ドカタハイこのままやる、ね、このままこの後ドカタハイを、なるほど、じゃあちょっと一人2キャラで、一人2キャラ、1対1で、はい、わかりました、戦うという、はい、ちょっとあれですね、エクスパーさんとか時間大丈夫なのかな、一発トーナメント、ちょっと今ルールを決めてます、少々お待ちください。
はい、第何回ですか、2回ドカタハイということでトーナメント式、1人2オンと1人2キャラ同キャラダメですということです。決勝だけ忘れたし、決勝、課金制です、課金制です。そうっすね、そうっすね。先方を申告制で、セロテープさんに申告制で、1人2キャラでございます。さあさあ、ワンピー側が、ワンピー側がドカタ剣、ツーピー側、ツーピー側がまさかのカワシムベガ、カワベガダブルに投げてく、昇竜拳裏から、しかし暗い投げ向かい出した。あーっと、その場にいる、その場にいた、投げられちゃう、踏んでいる、さあ最高をうまいこと上から止めた、さあ勝利君、おお見ていた、食らっている、歩きダブル2だ、あ、歩きナイトメアだ、昇竜、おっとヒット確認できる、中盤大昇竜、ドカタ剣やるぞ、かなりきっちり目押しコンボ、サイコガードして昇竜、さあボッタチだがナイトメア、あーっと上り強盤、さあドカタ剣が勝利で、カワシム、カワシム竜2キャラ目はカワシム竜、龍剣対決、さあこれは龍有利と言われているカード、おっと中ボス置いてある、昇竜拳で落としていく、これは大ボス真空、これはやばいぞ、ドカタ剣キャラチェンジが見えてきたぞ、さあ波動打ち合っているが、おっとしゃがんでしまった、波動剣、ドカタ剣は冷たいらしいが、ちょっと露骨に飛んでいるぞ、あっ中足真空、からからジャンプ中足真空、さあドカタさん2キャラ目が竜、同キャラ対決、さあここはどうなる、開幕飛び、竜巻、勝利落としていく、勝利、
投げた。第5つなげ、反応しにくい。中ボスはかがんでいたがちょっと距離が遠かった。昇竜拳、中ボス、中足シンクつながらなかった。第5スくらっている。さあここで一旦、ここで一旦はけてもらって、続いて、セロテープさん対ネウさんですね。いや金は予選だけ入れてください。さあ先方、はい、あ、カシムさんが、僕マイクなんで、この前うっかりやっちゃったんで。男バルログがあるかもしれないぞ。はいはい、先方うねがえる対ゼロテープザンギ。さあ逆かぶせの形になった。ホンダが、ホンダがいたんじゃないか、ゼロテープホンダが。ちょっとソニックを被弾しすぎているぞ。さあ思い出せるか、あの動きを。うまい、中足の前でしっかり止まってる。さあダブルサマー、リバーサーで出したが揉んでいく。いやー、いった。さあ膝を落としていく。これやばいぞ、画面端だ。守り抜けるか、大足を差し返していく。さあソニック、息を呑む戦いだった。OK、ダブラリを食らってはいけない。さあソニック踏んでいる、これはやばいぞ。ダブラリー、あ、ダメ、ダブルサマー出してしまった。さあ2キャラ目お願いします。ここでバイソン、セロテープザンギさすがといったところ。これはうかつに手を出せない、タッチ強パンチ。いやー、ダブラに引っかかってる。でかいタンパがいったが、さあエピコはガードしている。さあカイマカッパー、どうから、俺は尿意棒が機能しない時があるぞ、この組み合わせ。上から行く、強引にいった。さあ打ち、
さあ上から行かれた。地球に優しいヘッド透かしている。さあスクリュー、セロテープザンギ勝利。さあ続きまして、さあ続きまして、ほぼ山本さんと金子くんです。山本さんキャラは何？何言った？何？山本さんは2キャラ何？いや違う、あの持ちキャラは2キャラ、チュンディとリュウと金子くんが何だっけな、山本さんがチュンリーと、金子くんがリュウですね。さあ山本チュンリー対金子リュウ、開幕オーラパンチ。さあリュウチュンリーもいいカードですね。これはいいカードだと思いますけど、さあ前に歩いて詰めていくが背中蹴り。さあシンク、さあ波動踏んづけて、さあもう一回これシンクためにいってますね。さあチュンリー側プレッシャーをかけたい。そうですね、戦列があるのでプレッシャーをかけて、さあ体力的にはこれで投げで死ぬぞ。さあシンクは飛んでいる。さあこれ戦列、しかしガード。さあここ垂直大剣、あれ長いんですよね。さあ1本目は山本チュンリー。さあ対空はちょっと迷ったが、さあ弦に大足を差し込む。さあスピーバーが漏れたが相打ちになった、美味しい。さあくぐり、くぐりじゃねえな、飛び越し投げか。さあゲージが、さあこれ使う。さあ飛んでいる、投げて。さあ金子龍はどうやって攻める。さあハードを受けて、ここはシックいかない。さあ昇龍が、あー出なかったが、しっかり後ろから前ジャンプライパンで。さああれなんか変な行動しちゃうとね、相打ちになって龍も死んじゃったりするんでね、気をつけないといけないところですが、さあチューチューヘール。さあ山本チュンリーがかなりリード。さあこれで、あ波動をジャンプで避けようとして食らう。さあシンク、さあめくり投げあーあーあーあああ。さあ2キャラ目は、龍でしたね。さあ山本龍対金子龍。さあ金子くんの2キャラ目は何？ガイル。さあ金子くんは2キャラ目はガイルが控えてます。さあ山本さんはなんとかこの龍だけでも倒してガイルにチャレンジといったところは、アスカル。さあ体力的にはそんなに差がない。さあこれでほぼ追いついた。さあ投げて波動、前ジャンプとマスカル。さあ強気の波動、昇竜拳で返す。さあ大足早めに置いといたところ、昇竜拳。さあここは対空昇竜。さあ波動は無理して飛ぼうとしないですね。さあいいですよ、こういうガードが結構大事。さあ前ジャンプが刺さって、さあ勝利拳。さあとちょっと高かった気がするが、さあここは真空があるので
さあ匂わせて、さあ素直に真空。山本さんも多分アトビカリ真空を狙ってたのかもしれないですね。今の動きは出なかった、で、真空狙ってしまう。さあ画面端、さあ竜巻で相打ちを取った山本龍。さあ攻めているのは金子龍だが、さあ真空ここは前段ヒット。さあ勝ったのは金子くんの龍とガイル。さあではトーナメントが1個進みまして、じゃあ俺とセロテープさんか。はい、準決勝ん準決勝、川島さんとセロテープさん。さあ 1P 側がセロテープさん、 2P 側がカーシムさん。あって言った、あって言った、お互いあって言った。ちょっとクレジット補充してください。今のサービスクレでいいです。さあ 1P 側が、おっとセロテポンだ、 2P 側がカワシムリュウト。さあ百貫を読んで昇龍が出ている。これはきついぞ。昇龍拳、さあ真空で削らない。真空重なってたら鬼武装もダメだった気がするが、真空鬼武装で真空が抜けれない気がする。さあ飛びに行った。おっ昇龍出てる。あっバレバレだから、あれはあれ多いちゃうかなさあ波動が厳しい、波動昇龍。さあこのラウンドあっさりついてしまった。さあ2キャラ目ザンギしかいないさあザンギ、そうっすね、これで2キャラ勝てばいい。リュウとベガ、しかし、おっと、しかし川島龍の動きがいいぞ、かなり来た。裏い投げ対して昇龍仕込み、今回は真空削り。さあスクリューいった、さあ上から、あーっと出ても相打ちだった気がするぞ。中ボスこれはザンギとしてはちょっと厳しいところ。しかしダブラリ通して通常投げ、なんだ昇龍が引っかかっている。中ボスはガードした、
さあ、ゼロドットザンギ、お互いゼロドット、削りに来た、露骨にパンシングで削りに来た。いやさあ、ベガ、これで一気にカシム側がきつくなった、カシムさん側がきつくなった。いった、これでゲージがないベガは厳しいが、まだ大丈夫。投げていく、ダブラリ、上からか、上からスクリュー、ゲージなかったんで、いける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 と言っております。さあ、カニで頑張るしかない、とりあえずはカニでゲージを貯めたいところ。さあ、遠かった、上から行ったが遠かった、2回飛んでピオラして、光った。いやー、飛べば大体落ちない、ひどい。さあ、続いて、いやー、ベガー難しいね、ザンギ戦ね。そうっすね、あの、タッチ中継で適当にやってればいいのかと思ったら、とてもそんなことはなかった。飛ばれた時の処理がね、難しいですね。さあ、勝ち上がったのはセロテープ。さあ、続きまして、さあ、金子くんと歌舞伎くん、リージェ、さあ、金子くんがリュウ、さあ、リージェ、リュウは、ちょっとリュウが有利だと思います。さあ、実際はいい勝負になることがほとんどですが、さあ、リュウの玉打ちのね、精度が高ければリュウが有利に立ち回れるかなと。さあ、逆にリージェはワンチャンで殺せる、そのコンボのスキルというか、それがあれば全然いけます。さあ、これですね。さあ、投げが通って、学校はスライディング。さあ、 DJ どうですか、歌舞伎くんの DJ ですよね。そうですね、ちょっとこれ竜有利と言いながらもかなりやりにくいですよね。まあ、DJ 側はやれないことないんで、うん、まあ、弾をいなして、まあ、コンボを狙う瞬間を狙っていると。竜がきっちり上を落とせるかどうかっていうところ。そうね、竜側はもう DJ を飛ばして落とすような戦いじゃないと、なかなか勝ちパターンには持ち込めないんでね、地上戦だとなかなか大きなダメージは奪えないので。さあ、ここはスパコン警戒して波動打たないが、あーっと前歩き、中足、さあ、見てましたね、しゃがみ中足、あれソバットでよかったんじゃないかっていうね。ソバットもね、あの近い前になっちゃうとね、先に中足触られちゃう、刺さっちゃうんすか、すかせないんだ、届くところだとダメです。ギリギリ先端でこう、なんだろう、ソバットの出がかりが一瞬浮くのか、浮くのかな、足がすかるところがあって、そうですね、足元は空中っぽくなる。あーっと踏んでいる、真空ガードして押してるのは金子龍。さあ、しかし DJ には前ジャンプがある。さあ、壁くん、あっと、めくりから、さあ、ここはミス、なんだなんだ、なんだこれ、拾えなかったDJ あるあるですね、あれね。いや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 、うっかりしてしまった。あれね、あの、スパコンを出す前にちょっと下がってから出すといいんですね、はい、あ、なるほど、うん、フレーム商品みたいなやつですよね。いや、これもありますけど、今画面端で入れ替わっちゃったんで、はいはいはい、もう逆に言いましたよね、はい、多分、はい、
さあ歌舞伎バイソン、歌舞伎くんがペースがだいぶ乱れているがさあでかいダンパー、ここがチャンスだぞ金子龍としては。さあダイパンブ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 ン、暴力これが暴力。さあステージもありますからね、早いステージだと適当に振ってる技が逆に強いまである。ここ嫌ですね、見えなくて。カウンターをね狙っててこう見てたりするともう手が早くて食らっちゃうから、ね、さあクレイジーまだあるが、さあここからお互いに大将戦、お互いに2キャラ目、当然金子ガイル、さあガイルバイソン、ガイルバイソン今日これね歌舞伎さん頑張って勝っていただきたいところ、歌舞伎さんになっちゃいましたね、歌舞伎くんさん難しいんですよ、歌舞伎くんさん、歌舞伎くんさん、前足2回転目、ウーラッケン、さあ近づけないぞ、トニック前ジャンプ、フライ投げで、さあこの場合はギリギリ返す、見ていた、さあドンピシャで合わせていった、相打ち、相打ち OK、今中ストレートかな、全くどれがどれだか分かんないですけど、相打ち、相打ちうまいな、中ストレートだと貫通するんで、後で聞いてみます。あーこの体力はさすがにきつい、相打ち、さあ金子くんがソニックがデスライト、さあしかしそれでもデスライデバーでも早いぞ、投げた、さあ1位ドパンで落としてレンチャンジャンプ、あれもセットですね、セットプレイです、はい、動けない、ここドンピシャー入った、しかし結構体力差があるぞ今回、ゴッチゴッチから、さあおかわりに行こうとしたが、あ欲張りすぎた欲張ったちょっと欲張りすぎたいやでも決勝ってことですね、惜しかったですねあそこね、うん、決勝はセロテープさんと金子さんってことか、そうですね、セロさんと金子くんの、はい、セロテープさんキャラ2キャラなんだっけ、ホンダとザンギーか、ホンダとザンギー使いどころがねえわホンダどこで使うに対して竜とガイル先方あオープンカードオープンリーチですねこれね、オープンリーチでどちらでもと、金子くんは竜を好きな方から来いとさあちょっと弱々しい声でザンギーで行こうかなとさあ大丈夫です、50円2枚あればなんとか、1枚しかない、残念、1枚でも勝てばいいんじゃないですか、これはないわ、いや勝てばいいんですよ、50円で勝てばいいんですよ、先方金子龍対、セロテープザンギー、さあもう金子龍が出ているさあセロテープさんは2キャラ目がホンダなので負けたらおつやですね、ここで決着ここでついちゃうんですね、そうですね、もう事実上決勝戦、さあセロテープさんはもう後がないという、そうですね、いきなり崖っぷち、この金子龍だけはどうにかしたいところ、まあ、でもね、サブキャラの龍ってね、さっき俺もセロテープさんと結構ギリギリな試合やってましたけど、わからないですよね、はい、動きが本当に、そうなんですよ、ね、適当すぎて暴れられるときついですよねああいうダイヤッシュとかね、普通やんないんですけどねあれ見られてピシっていけない あれ飛ばれたらおしまいなんで、まあ飛びもありますよ、いろいろね、台足はリスクがあるんで、そう中ですね、台足当たるところだけ、台足はやり、そう振るんだったら触らないとダメです、触りに行かないと思う、完全に透かしはまずいっすよね、そうですね、さすがにスローテープさん1本目取っている、揉んで行って壊し台足ガード、
さあ金子龍頑張っているぞ。あっとこれですよ、これ大足がね、これは大丈夫。はい、おい、さあシンク、え、食らっているダブラリのミスですね、多分ね。いや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 、さあイーブン、さあ開幕ファイヤー波動、さあジャンプコパンからアッパー波動拳、さあ昇龍はスクリュー、しっかりスクリュー、さあもたえるガンブン、さあ飛んでいく、大足を振るから飛んでいくと。ここは、あ、うまいな、入れ替わっていい位置関係だぞこれ、セロテープさんとしては。さあ大剣大打ち取ったが真空当たる、おっとまたゴムの戦いになってる、投げた超高めのジャンプコパンから、あれはね、ザンギ側結構迷うんですね、判断ね。あ、なんかリセットされてる。なぜリセットをかけたんだ。あ、そうか、早稲田式か、なるほど。早稲田式なんすか。早稲田式という方式で、なるほど、決勝戦はやります。早稲田式、僕も知らない言葉が出てきましたね、はい、これで金子くんは今、はい、あの残儀倒しましたよね。なるほどなるほど、これでそう、これでガイルを倒、あ、ガイルじゃない、ホンダを倒しては終わりです。終わり、はい、ホンダが勝ったらどうなるんですか。ホンダが勝ったら、セロさんはもう一回これ竜で入るんです、ガイルに対して。ああ、残儀、残儀で入るんです。あ、残儀か、残儀、ごめんなさい、そういうことか、はい。あ、なんかいい勝負になってるけど、なんだこれ。攻撃とかもこんな感じでしたよね。なんでしゃがんで待ってんの。なるほど、完全に今ガードされるまで見ていた感じ。お、知ってる、なんだガイル戦なんかできてる。これは絶対飛ばない。お、あー、ここはメイヤーってやつですね。これはやばいか。しかし鬼武装があるのでは。さあ金子帰り完全勝利、完全勝利ですね、もうね。ちょっとキャラ選択を失敗したところがあるセロテープ本田。まあでもどうだろうね、竜に行ったとしてもまあ死んでたんでしょうね、多分ね。そうですね。じゃあ、あの優勝した金子さんと、あの土方さん一先やっていいですよ。クレジット残ってるんで、あのこれ土方さんが勝ったら優勝でいいですよ。じゃあ土方杯で優勝した人は毎回土方龍にチャレンジ権がある。土方龍にチャレンジ権がある。そうします。はい、最後ボスが現れるというね。どうすか、セロテープさん。なんでもいい、なんでもいい。じゃあちょっと、じゃあどこかたね、あのエクストラルールで優勝者とどこかた流の挑戦権、これ五分ですからね、五分ですからね、これ圧倒的五分って言われる組み合わせですからね。さあ 2P から入ったどこかた流、だいぶ温まってるところ。もう金子くんはでもね、流星はもう腐るほどやってるんでね、ミスらないっすよね。どんだけ経験値稼いでるんだろうな。さらにレベル上がってるんでね。どれだろうな今ね。いやー、裏剣99がマックスだとしたら、もう90とかそれよりあるかもしれないですね、流線は。なるほど、うん、なぜマックスが99なんですか。いや、99だとしたらです。だとしたらだからもう90ぐらいまでいってるんじゃないかと。90台はいっている、はい、なるほど。さあ、土方龍が、ね、潰せるか。その辺の龍にはね、もうほぼ負け越さない。まあ、一発勝負だとね、何があるか分かんないんでね、開ける時もあるかもしれませんが。さあファイヤーで押してった。最終ラウンド、いっさきですよ、ですよ。ガチンコですからこれ、時間もないんでいっさきです。
先の関係で。あの前ジャンプなんか小高っぽいな。ワンチャン狙ってる時あるんだよな。さあ、多分当たらなかった。台足が。さあ、ちょっと慎重になってるぞ、金子。さあ、裏剣。かかって、バックジャンプで避けて。さあ、波動タイプ。投げたのはダイル。フライ投げ。ちょっと高かったですね。いや優勝金子ガイルでした、今日は。あ、金子くんのガイル。ありがとうございます。第2回ドカタ杯。はい。また不定期でドカタ杯やっていきたいと思いますんで。そうですね。えい。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。川島でした、はい。山本でした。はい。
Come on.